We are here. WA Radio. WA Radio. 鈴木啓太、アンドレア・ポンピリオ。お二人の出会いのきっかけっていうのは、啓太どうやって知ったの？これも、いや、もともとはね、啓太さんはね、多分ね、こちらからの依頼とかお願い、コンタクトは多分断ってるような出会いだよね。あ、そうなんですか。いや、違う？金平さんサイドからの。違う。あれだってほら、間に入っててくれた方がちゃんとした方でつないでくれたからであって。ああ、そうですね。ね、それがなかったら。はい。いや、そんなことないです。知人 の, 紹介で金平さんと出会ったんですけど。すごいネガティブイメージですよ。いや、最初はね、断ってるんですね。いやいや、多分いや、僕は僕はね、断られるイメージはないんですけど、多分その当たり前に考えたら、当然断るよなっていうような部分だってね。彼バリバリじゃないですか。もう世界トップデザイナーです。いや最初にその相談に金平さんが来てくださった時に、金平さんがその音を、木を振動させて音を鳴らすっていうものの、金平さんが東京に来られた、はい、だから僕は直接まだその時に、そうかその間に、金平さん の, その技術が、ようやく完成してきたようなタイミングで、これを使って商品や何か物を作っていきたいという話を金平さんがお伺いになられていて、でその私と金平さんの共通の知人の方が、こういう仕事、こういう技術があるんだけど、なんか やれますかっていうふうに相談をしてくださったっていうのが最初です。何年前の？2年半前やね。そうですね。最近だね、はい、だからその時のものがそこにあるやつ。そうですね、はい、後ろにある、はい、そうそう、鳥の羽の、はい、植物の種が発芽した時のイメージと、それがどんどん発展的に、そのまま鳥の翼になって空に飛んでいっちゃったみたいなイメージ。これは、ね、素材は何なんですか？素材全部だから木のいわゆる、なんだろう、その薄くこれをスライスした、まあ言ってみたらカンナクズみたいな、ですよね、カンナクズ言ってみたら、まあ、分かりやすく言うとね、まあ薄い、極めて薄い、極めて薄い、だからこれ実際物としては音を出すんです。何なんですか？あれがだからスピーカーの、あれがな、高音スピーカーであれば高音になるわけ、だからあそこから音が生成される、あれが振動板になるわけ。というのを事務所に持ってきていただいて、でこういう技術があるんですけど、どう思いました、その時？いや、もうよく分かんなかったです。えっていう感じ、いわゆるその仕組みが分かんない、仕組みもよく分かんないし、なんかこれがどういう世界を切り開くのかが、最初に本当に金平さんに申し訳ないんですけど僕1年半ぐらい理解できなかったんです、実は。そうか、一生懸命考えるですけど、で勉強もするんですけど、何作っていいかが全然分かんなかった。もうそのくらいやっぱり新しいものだったし、その概念や金平さんが考えてること、目指してる世界を理解するのにすごい時間がかかりました。あんまりないんです、でもそういうことって。その時はじゃあ一応事務所に来られて。そうですね。だから、間にいらっしゃる方がね、僕がね、啓太さんにお会いするのは、だからそういういろいろ話をしたいいただいてからずいぶん間があったよね。そうですね、はい、最初は僕行かなかった、なんでかというとね、もう僕ね、散々今までそれまでにね、いろいろこう皆さんにお話をしたりいろいろするんだけどね、説明しても伝わらないっていうのが分かったから、だからそうだよ、ね、説明して伝わらないっていうのが分かったから説明するのやめたの。まあ、やめたの。そういうこと、説明できない。そうだから、だからね、でもすごい難しい。ただね、そうなんだよね、その説明ではなくて、いろんな出会いがあった時に瞬間的に例えば相手を認める、あるいは自分も認められる、それで受け入れるか受け入れないかっていうことがあるじゃないですか、僕はね、だから僕はね、それが全てだと思ったの、だから、
一度僕直接ケイタさんのところの事務所に行ってお会いしたいなと思ったの、うんうん、あの何を話しするかじゃなくて ね、うん、でお会いしたいなと思って時間を取っていただいて、うん、で僕のいろいろ考えたものをね、うん、あの事業を運営してくださるあの人たちが、うん、あのまあ、応援団の人たちができて、うん、でその人たちが全面的に前に出ていろいろと動いていただいてたんですけど、はい、でその方が啓太さんのところとコンタクトを取っていろいろとあの実は進めててくれて、はいはいはい、でじゃあ一度お伺いしようということになってお会いしたのが1年半ぐらい前ですね。そうですね。だからちょうどあの啓太さんがあの今言ったその空白 の考えてた時間の前半戦は僕お会いしたことなかった。だって僕は会ったって無意味だと思ってたから、うん、分かります。だけどおっしゃってること、うん、でも分かんなかったんです、うん、その技術はもちろん理解はしますよ、うんうん、あのどういうものかっていうのを体系的には理解できるんだけど、うん、これが一体この先何になるんだっていうことが全然分かんなかったのと、はいはい、イメージできない状態。あとはその金平さんがずっとこれを長年研究されてきて作り上げてきたことには、うん、ものすごく金平さんのいろんな考え方があるわけですよね、うん、でそれがやっぱりなかなかつかめなかったんです。分からなかったというかつかめなかった、うん、だから、うん、実際、まあ、こういった作品、まあ、プロダクトって言っていいのかな、作品を作られてる中で実際どういう紹介を受けたの。いわゆるこの横浜金平さんっていう人物がいて、彼は何音を研究してる、あ、それとも木工職人の、あの、まあ、そうですね、あのもともと木工の仕事を長くされていて、うん、あのデザイナーであって、うん、でも今はその音を鳴らすっていうことを研究されていると、うん、っていうところから始まって、が始まって、うん、でこれがこの、まあ、サンプルというか来て持ち込まれて、で木から音が鳴ってるんですよね、うん、よく分かんないですよね、いきなり、うん、木から音が鳴ってるんですよ木から音が鳴ってるとこを人生で聞いたことないですから、ね、見たことないですから、うん、はっていう感じ、はあ、っていう感じになっちゃうんですよ、うん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 、何これみたいな本当にそこから始まってました。だからちょっと過去最高にやっぱりこうなんかこう何を金平さんがやりたいからどういうデザインが必要なんだっていうことを、うんうん、あのまで考えられるようになるまでにすごい時間がかかっちゃいました。だからまあ金平さんとしては、まあ、とりあえず別に何を話すかっていうよりは会って、うん、そう自分の思いを伝えて、うん、いや あと、まあ、お互いの、まあ、なんだろう、フィーリングというか、ね、思いを伝えるっていうよりも、うん、会えば会った瞬間に例えば化学反応が起きるようなイメージ、あります、うん、で化学反応が起きなければこれは縁がないんだろうな、はい、だけど多分何か縁があるんだなというようなイメージはあったの、うん、金平さんはもうすでに、うん、なぜかっていうとね、うん、彼の作品は一応ほら、うん、ネットでも見てるんですよね、うん、そうするとね、うん、不思議なんですけど、うん、何を感じました？そのね、うん、彼のデザインをずっと見ているとね、そこにね、まあ、これは僕の言葉でしか言いようがないんですけど、その中に流れているね、一つこうなんか普遍的なものに転化消化するようなね、うん、そういう何か、うん、インテリジェンスっていうか、文化技術っていうか、まあ、美意識だね、うん、でそれを感じたんですよ、うんうんうん、だから会ってみたいな。でなぜかというとね、僕も建築とか工業デザインを少しまあ勉強した立場で言うとね、いろいろなことをやっぱり実技も含めてやってきてるんですよ、うん、だけど何か違うなっていうことは自分の、うん、中であったんですよ、うん、だからもう一時代前になりますけど、エクアンさんとか、うん、ね、GK インダストリアルデザイン、うん、はい、エクアン健二さん、はい、エクアン健二さんとか、うんうんうん、それからみんなすごくそうそうたる人たちおられますよね。だけどね、うん、すごいなとは思って、うん、で僕も憧れて勉強した時期はもちろんありましたけど、うん、何か違うなっていう。で鈴木啓太というそういう、 こう作品をずっとこう見た時に感じたものはそれまで感じたことなかったの、うんうん、ないの。でそれは何なのかなっていうふうに思った時に、
やっぱり美意識なんですよ。そうね、もう40年以上前の話ですけどね、当時はね、いろいろなあのモードにしても何にしてもね、あの情報っていうのはね、情報操作されて必ず情報源っていうのがあるんですよ。で当時はね、ヨーロッパのイタリアのミラノの、あるいはそのパリコレの、今起きてる最先端の情報をいち早く日本に持ってきた人が第一人者になれた時代なんです。なるほど。あの今のような情報の流通じゃないからね。ね、もちろん。だから当然ね、あのこういうあの例えば織物であればサンプル、あのカットサンプル、それから色であれば色見本、で流行色のなんとかとかね、それからあの雑誌ね、だからあのケタほら L でもそうでしょ、ああいう類のね雑誌あるいは書籍類が原書でね、でそういうのをねいち早く日本に持ってきて和訳した人が第一人者に、だからそういう人たちが第一人者になって大家になった時代が僕が若かった時代のいわゆるデザイン業界の姿。だから僕は啓太さんと の、あの作品を通じて感じたことは、そういう時代は終わったと。っていうのはそういう時代で僕ほら自分で体験してるから、なぜかっていうとね、そういうあの背景でいろんな情報にはもうあの整理の仕事も言いつけられて下職ずっとやってきてるから、ある程度の情報量と、それからまああの見てきてます、あの資料とかサンプルの作り方も若い時にしつけられてるから、だからまあある程度は理解できるんですよね。で彼のねいろいろなものを見た時に感じたのは、そういうものは確かにベースにはなってるんだろうと、だけど違うというところを感じたので会ってみたいなと思った。なるほど、初めて聞きました。ありがとうございます。